ドラマ「教場2」を語ろう。どうもゆちゃまです。教場の特番シリーズ第2弾ということで、最近ですね、月9で教場が放送されているというので、教場ブームが最近熱いですよね。僕がドラマの教場を見たきっかけなんですけど、田沢愛子役で松本まりかさんが出演されてるんですよ。僕本当に松本まりかさんのファンなので、もうこれは教場を見なければいけない、教場2を見ようっていうのでタイミングを見つけて視聴しました。やはり怪演女優松本まりかさんは役柄的に教官でありながら生徒に手を出してしまうっていう役だったんですけど、見事に演じられてましたね。うん、やっぱね、松本まりかさんってことは何かあるんじゃないかって思ったんですけど、そういう役柄でしたね。風間教官からちゃんと天罰を与えられてました。本当にね。うん、まあ役柄的にはまあ役としては自業自得って感じなんですけど、うん、でも難しいですよね。教官と生徒の恋愛って教師と生徒と同じくやっぱりダメなんですね。うん、教場2では福原遥さんや濱田岳さん、上白石萌歌さんなど人気急上昇中の役者さんが出演されているのがポイント高いです。全員髪がしっかり整えられていて、いつもの雰囲気と違ってて、そこが不思議な魅力がありましたね。なんか福原遥さんとかもう結構なんか髪がこう整えられてたから、なんか一瞬誰かわからなくて、声もこう本当にビシッと引き締まった感じで、いつものなんかゆるい感じの福原遥さんじゃないのがちょっと新鮮だなって感じでしたね。うん、それはでも上白石萌歌さんも同様ですかね。うん、なんかあの二人は結構いつもと違う演技のこう雰囲気だったのでちょっと驚きましたね。で、教場でキャラクター毎回多いんですけど、ちゃんと全員に見せ場があってキャラクターの印象をつけてくれてるので、まあ、教場ワールドは結構僕好きですね。うん、君塚脚本、踊る大捜査線の脚本を書かれた方、君塚良一さんが脚本を書かれてるんですけれども、君塚脚本面白い作品多くて好きです。いいですね。連続ドラマ版教場も見ていきたいと思います。月9。それではゆうちゃまでした。バイバイ。いやでも松本まりかさん可愛かったね。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。